皆様こんにちは、ふみふみです。いつも動画を見ていただきまして本当にありがとうございます。田んぼですね、私は今日はですね、神奈川県厚木市の山際ってところに来てるんです。ここはね、まあ有名だからね、あれだけど、有名だから皆さん知ってると思うんですけど、あの有名な病院廃墟があった場所なんですけど、ここから行けるんじゃないかな。なんだっけ、京成病院、ちょっとね正式名称がちょっとど忘れしちゃいましたけど、あ、グランドのままだね。ちょっとどうなってるかなと思ってね来たんですけど、ここは相変わらずあの農道で入れて、グラウンドになってますね。何も変化ないね。グラウンドのまま。普通に資材置き場になってますね、なんかね。ここは下が空いてる。相変わらずさっきのところは防犯カメラついてて、入れないって感じでしたね。ここを右に曲がると、右じゃねえ、でこっち側へ行くと、出ますね。何もないね。暑いお蕎麦屋さんがあるんですね。県道139だったっけ、これ。これずっとまっすぐ行くと橋本につながるんですけど、139じゃないか、なんだっけ、あれ看板変わってる。ここが確かあれだったよね、ボロボロの。あ、これか、これ俺、普通に入れないからね。
ボロボロの。どっち。今こんな感じです。というわけで、厚木市民農園。というわけで次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。